はいか、ドリドリ、アメミヤセブンをゲット。前回乗ってないでしょ。乗ってないですね。ね、俺前回乗って、はい、これはもうオリドに乗ってほしいなっていうぐらい。ありがとうございます、本当にその、お心遣いを。いや、だけど本当びっくりするよ、これ、はい。楽しみです、僕もちょっとね、乗ってみたいなと思って、ね。これびっくりする。道芸最強伝説のヒーロー対決となった激闘を制したのは、孤高のロータリースポーツ。RE アメミヤ RX7。海女さんが最高のスポーツカーと絶賛する FD3S の完成型がこのマシン。魔王取りは必須条件だ。ドリドリがタイムアタック。まるで路面に吸い付いているかのようなコーナリング。ちょっと攻めすぎたか。それでも13秒台をマーク。ホンダの至宝は S2000 だけじゃない。格上の RX8 を粉砕したスーパーシビック、それがシーカー EG6。 VTEC スペシャリストの K-TEC が仕上げた主力の B18 と900キロ台の軽量ボディを武器に魔王取りに挑戦。 OK、 じゃあお願いします。この吹き上がり感は高回転型 NA ならでは。うん、気持ちよさそう。ところが、来ません。現場に駆けつけてみると、なんとウォームアップ区間でコースアウト。一体何が起こったのか。あ、初めて落ちちゃったよ俺。いや、ハンドル切ったら曲がらないで、そのまま反応なくそのまままっすぐ行っちゃったの。いや全然大丈夫なんだけど。最後の最後にとりあえずその要因がありそうならば見て、大丈夫そうならばバンパー外してできれば走らせたいと思います。車を引き上げてチェックしたところ問題はなし。ってことでバトルに参加。さらに軽くなっちゃいました。禁断の峠バトル、シーカー EG6 バターク、RE アメミヤ RX7。頑張ります。もうこの際とか言わないでよ。セブンとシビックだいぶこうね、車のあのキャラクターが違うんですけど、まあ馬力ももちろんね、100馬力から200馬力違う、そんな中で軽量化というものを武器にね、ボーイズレーサー、シビックで頑張りたいと思います。これが結構ね、あの EG がね速いんですよ。でバランスもいいしね、エンジンが抜群に速い。まあでも有利といえば天さんちのセブンでしょう ね。ここは一つ一本で決めたいと思います。行ってきます。ちょっとねアンダーなんだよね。バトルはシーカーオリドが先行。強敵アメミヤセブンと対抗するため、前回から大幅にサスペンションセッティングを変える冒険をしてきたシーカーだが、それが裏目か、いつものコーナリングが影を潜める。全然曲がりません。これまで驚異的な速さを誇ったシーカーだが、これでは勝ち目なし。とその時、なんとブレーキングでロックしたまま一直線にコースアウト。セッティング変更が悪さをしたのか、ありえない挙動でオリダーどうすることもできず。
何ですかねこれ。さあ準決勝は RE 雨宮対シーカーのイージーシック。落ちたのはイージーシック。落ちてます、落ちてます。ってことでマイナス4が決勝戦はなんとアミューズ対アビー雨宮に決定いたしました。決まる対決ですね。そうです、テンション下がってますね。いえいえ大丈夫ですか。はい、それでは行ってみたいと思います。